はい、皆さんこんにちは、今回はウランウデからイクルーツクですね。ついにイクルーツク、まあこれあのこのバイカル湖をですね横切るんですけど、まあ実際シベリア鉄道としたらこの南のこの端っこずっと行ってこう迂回して回るんですけどね、まあ実際ちょっと今回はそれをやらずに、まあ実際ちょっと横切る形でスキップさせていただきますけどね。でまあちょっとそれだけだと短かったんでイクルーツクから、ちょっと上にあるでこの辺にね全然飛行場が見当たらなかったんでね、このなんだっけな、クツリクですね。クツリクっていうところで、これしばらくずっとまあ行ってですね、でこのクラノヤルスクですね、クラノヤルスクっていう町を当面は目指します。まあこういう感じですね。ちょっと雲で見にくいんだけど、まあこう見るとだいぶ来たでしょ。ここウラジオストクからずっと、ハバロフスクまで行って、まあここまで来たんですね、バイカル湖までね。でここがクラノヤルスクで、ここかこの辺りにあのシベリアの首都と呼ばれているノボシビルスクがあるんですけどね。まあノボシビルスクまで行ったら半分まで来たぐらいじゃないですか。このイクルーツクっていうのは60万人の結構大きい都市ですね。60万人っていうとどれぐらいいるんだろう。日本で言ったら京都市ぐらいはあるんじゃないですかね。もうちょっと大きいか、京都の方が。神戸ぐらいはあるんじゃないかな。まあここをちょっとね、そう。で、これね地形見ると、モンゴル高原が結構下まで迫ってるんで、アルタイ山脈じゃないかな、この辺。モンゴル高原のね、まあこの辺ですね。この辺ってね確かアルタイ山脈だったと思う。ちょっと待ってくださいね。アルタイ山脈は重要ですよ。あのトルコ人の故郷ですからね。確かアルタイ山脈、ちょっと今 Google で調べてるんですけど、ウランバートルがあって、あ、そうですね。うん。ウランバートルがあって、まあ、一番こうドン付きにですね、まあ、そのモンゴル高原のドン付きにアルタイっていうのが、アルタイ山脈ですね、まあ、この辺がトルコ人の故郷なんですけど、でそのアルタイ山脈のちょっと北にノボシビルスクっていうのがあるんですね。ノボシビルスクっていうのは、まあ、ロシアのシベリア地方の中心部ですね。あの都市も250万人ぐらいいる、結構大きい。でこのアルタイの南に行ったらタクラマカン、あの タリン盆地があるんですね。ということは、まあシルクロードのとこですね。まあカシュガルとかですね、アルマトイとか、あアルマトイじゃなくアルマトイもそうだよな、確かトゥルファンとかね、そうなんですよね。だからモンゴル人とトルコ人というのはね、まあそういう意味では似ているという、まあ起源は似ているわけですね。この辺ですね。この辺がアルタイ山脈ですね。アルタイ山脈でもうちょっと北行ったら、あ、これですね。ノボシビルスクが、クラノヤルスクとノボシビルスクがあると。だからトルコ人の土地だったんですよね、このノボシビルスクっていうのはもともとね。まあトルコ人の特権とかが活躍していた
と言ってもいいでしょうね。まあシベリアっていうかね、ロシアもね、ものすごく広い国ですからね、その土地土地によって全然やっぱりこう表情が違うんですよね。歴史も違えば言語も違うし、まあそういう物理的な何か遺伝子上のね、遺伝子上の民族も違いますよね。もう明らかにモンゴロイドですからね。トルコ人もモンゴロイドですよね。うん。絶対これ左に行くんだよな。あ、いい眺めですね。ウランウデを出発しました。ここからまあちょっとに、まあほぼ西ですけど、ちょっと北のあたりに、まあ湖を越えるバイカル湖ですね。うん、アルタイ山脈っていうのもちょっと飛んでみてもいいですけどね。アルタイ山脈の南に行くと、そのいわゆるシルクロードのね、中央アジアの、まあ要は敦煌から西の方に行く道が出てくるんで、まあもうちょっと行ったらバルハシコとかね、湖があるんですけど、やっぱり僕は中央アジアのあたりにちょっと憧れがありましてね。うん、なんでそう感じるのかちょっとわからないんですけど、南アメリカとかね、アフリカとかにはあまりそのロマンを感じないんですよね。なぜなんだろう。やっぱ自分がモンゴロイドで、そういうあっちの方に起源がある何か、そういう無意識の働きなんでしょうか。そういうのがあったら面白いですけどね。おそらくまあその人間の起源というのはアフリカだと言われてるんで、エチオピアとかあの辺ですよね。エチオピアがもっと大口かな。でそれが出アフリカで、まずアラビア半島の方に向かって、でヨーロッパに行った人たちと、まあそのままインドの方にね行って、まあそういう二手に分かれると思うんですけど、まあもちろんど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 ん行くっていうよりは、ちょっと行ってそこで定住してまた進んでとかで、残る人もいてとかっていう流れだと思うんですけど、それでどん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 ユーラシアを東の方に行って、で最終的には当時はベーリング海峡というのをつながってたんで、そこを渡ってですね、北アメリカに入って、最終的には南アメリカに行くと。でその過程でこう中国とかに入った連中がですね、一部その台湾とか東南アジアの方に渡った人間がオーストラロイドとしてですね、海の方に、例えばオーストラリア大陸とか、あとそのミクロネシアっていう南の島々ですよね、フィジーとかサモアとか、もっとニューカレドニアとかですね、あっちの方にどんどん進出していったんですよ。多分マルキブネとかイカダでですね行って、まあイースター島、チリのものすごく西の方の沖合にあるイースター島なんかは、
もうどっちか分かんない感じですよ。あのそのずっとベーリング海峡から来た連中がチリから船出したのかですね、それともそのオーストラリア、台湾とか東南アジア、オーストラリア、そしてフィジー、サモアって来た連中が、そのイースター島まで、あのパスクア島ですよね、到達したのか、ちょっともうその辺になるともうギリギリって感じですよね。あの面白いですよ、そういうことを考えるとね。でモンゴロイドとオーストラロイドっていうのはあの遺伝子が違いますからね。あの元々は一緒なんですよ、アフリカの生まれですから。でそれがどんどんこう系統が分かれていって、まあ、その間に遺伝子なんかもまあ変わっていくんですけど、ここにちょっと大きい山がありますね。あの完全に平野ばっかりってわけじゃなくて、ちょっとたまに山があったりしますね。まああのこっからですね、北の方というかまあ西北西の方に行くと、まあ、ちょっと山深くなるのかもしれないです。あのというのはあのウランウデからですね、ずっと西に行くとね、アルタイ山脈の北のあたりに出るんで、だからねモンゴル人っていうのがアルタイ山脈の東にいて、トルコ人っていうのはアルタイ山脈の西にいたのかもしれないんですね。その辺ちょっと分かんないです。モンゴル人っていうのはあの中国王朝にしょっちゅうですねちょっかいかけて、あの郷土とか多分モンゴル人、まあ正直ね郷土もモンゴルなのかトルコなのかよく分かりませんよあれ。だけどどっちかって言ったらあの北京とかですね、あっちの方のにちょっかい出してたんで、割とモンゴル高原の方に郷土が行って、で突厥っていうのはアルタイ山脈の西、まあ、要はアルタイ山脈の東がモンゴル高原で、アルタイ山脈の西がまああのまあそれ何て呼ぶのか、まあシベリアの南部って言えばいいのか、ちょっと言い方が難しいですけど、で多分そのモンゴル系の郷土が、まあ、中華漢人に対してですねちょっかいかけて、まあ、その都度あの略奪をしていったわけですよね。でその突厥とかっていうのはあんまりですねその中華王朝に対しては そんなに関係がないですよね。あの確かね秦の時に確かちょこちょことちょっかいかけてきてましたけどね、ジュンガルブとか、あれ確かトルコ人じゃなかったかな、ジュンガルブとかダッタンブだったかな、ちょっと世界史でやったんだけど忘れてしまいましたけど、でその郷土とかですね、あとその郷土とかはもう漢の頃からちょっかいかけてきてたんだけど、魏晋南北朝であの三国志の後に、まあ、秦という国、あの芝園とか芝居がですね秦という国を作って、それがあのまた弱体化して、あの魏晋南北朝っていう南北朝になるんですね。で北朝側の北魏っていうのが出るんですけど、それがあのどうやらモンゴル系と言われていて、で結果的にあの北魏の末裔が隋を作るんですよね。でそれをなんて言うんだっけな、あれ北魏の民族をね、あのモンゴル系なんですよとにかく。で隋ってねいかにもあの肝心の国って感じしますでしょ。唐もそうなんですよ、唐もモンゴル系ですよね。あれ李世民だったかが確かも中国風の名前をつけてますけど、あれもともとモンゴル系だって言われてますよね。でその後隋唐でしょ、
で五代十国を経て宋ができるんですけど、あの宋ってあの浮かん無理に木を描くで、あの あれもですね、調教院っていうのがトルコ人、トルコ系だともモンゴル系だとも言われてるんで、要はですね隋唐宋、まあもっと言っちゃったらあの南北朝ですね、三国志のあの曹操とか劉備玄徳とか ああいう時代の後の南北朝からですね、隋唐宋までもうずっとですね異民族なんです。中国っていうのは要は郷土の末裔なんですよ。つまりあのさっきのバイカル湖の南の方にいた連中がですね、まあ騎馬民族ですよね。言葉も違えば何も文化も違う。文化なんてまあ中華に比べたら文化はかなり、まあ、遅れているって言ったら差別的かもしれませんけど、あのでそういうものがですね、あの官化政策でまあ自分たち自身がある種肝心のような振る舞いをしたんですよね。中国の歴史っていうのはね、ほとんどがね、異民族の歴史なんです。これを皆さん押さえてくださいね。あの漢とか後漢は確かに漢民族だと言われてるんですけど、そっからねずっと隋ができたのがだいたい600年ぐらいですからね。で、で隋唐宋、ああ違う違う、南北朝からだから、北魏ができたのが北魏が400年ぐらいですか。でそっから430年だったかな、あの光文帝とかが、あ確か光文帝っていう時に官化政策ができたんじゃないかな。でまあとにかく400年ぐらいから隋唐宋、そして皆さんご存知の元、これはモンゴル人ですからね。で明ができたのが1368年だから、だいたい400年からね1000年間ですね、もうはい言っちゃえば1000年間です。400年の北魏ができてから、まあだいたい約1400年、西暦1400ですよね、だいたい四捨五入したら400から1400の1000年間はね、あの異民族の支配を受けてますね。まあ異民族って言ってもその支配層がモンゴル人の由来を持つだけで、あの実際のその末端の役人とかですね、民衆はほとんど漢民族ですよ。あの王朝の上層部がちょっと異民族、まあまあ言ったら日本で言ったらあの霞が関のとかあの首相官邸の辺だけに中国人がいるみたいな、まあまあ言ったらそんな感じです。あとは全部日本人なんですよ。支配層が異民族なだけですから。はい、バイカル湖ですね。まあでももう対岸も見えますので、まあそんなに大きい湖じゃないですけど、まあ大きいですよね。いや今考えたらね、確かにその通りだわ。400年の北魏の建国から、明ですね、明はですね漢民族だと言われてますよね。うん、でしかもですね、その明1000年間の異民族統治の後、またすぐですね1600年頃には清ができるでしょう。200年ぐらいしか続かないんですよ。で清ができて、結局孫文があの中華民国作ったのが1912年ぐらいですからね。また異民族なんですよ。で清はもう完全に異民族ですから、あの弁髪とか強制したんで、あの隋とか唐とかはですね、その支配層自身がモンゴル人なんだけど、あの自分自身が中国風に染まろうとしたんですね。中国風に染まろうとしたんで、そもそも官化政策を取ってるんで、あの
要は騎馬民族特有の文化っていうのがあるわけですね。そういうものを捨てたんですよね。例えば仏教を重んじるなんていうのも騎馬民族にとってはそんなものはないわけです。もっとこう自然信仰というかですね、まあ多分その騎馬民族だから星とかが重要なんですよね。星の位置とかですね、多分そういうものが重要なんで、多分もっとあの自然的なアニミズムというかですね、そういうものだと思うんですけど、でね、あの秦の始皇帝とかっていう、あの秦もですね、ちょっと本当に漢民族なのか、あのだいぶ西の方なんですよね。 あれもね、もしかしたらモンゴル系とかトルコ系かもしれないんですよ。まあ、あるいはチベット系かもしれないですね。まあそれぐらいですね、その中国っていうのはあんまりこれ高校の世界史では教えないんですけど、異民族の歴史なんですよね。で、案外またロシアの件で最近はちょっと言われ始めてますけど、ロシアとかソ連というのもあのスラブ人の国っていうものすごい固定観念があるんだけど、あれ実際はね、ウラル山脈より東はですね、まあほとんど異民族なんですね。モンゴル人、トルコ人、他にもいろいろいるんですけど、まあモンゴロイドなんです。簡単に言っちゃえばモンゴロイドのエリアなんですよ、ウラルより東は。で、そこをあのウラルの方、そのモスクワの方からですね、どん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 あのコサックっていうのが兵隊、まあトンデン兵みたいなものがどんどん攻めてきてですね、まああのアメリカの、あのイギリス人があのピルグリム・ファーザーズで大陸に来てですね、インディアンを征服していったのと一緒で、一部のスラブ人がですね、あのどん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 こう、まあ言っちゃえば東インド会社みたいな形である程度権限を与えられてですね、あの征服していったという歴史で、実際住んでるのはほとんどがですね、モンゴル人とかトルコ人なんですよ。あとはツングース系の、人たちですよね。ツングース人というのが、まあもちろんその支配民族でやってきたスラブ人がその要所要所に上層部として君臨するんですけど、まあほんで、まあ、どんどん植民も行われていくでしょうから、もちろんその白人も多いんですよ。だけどあのロシア軍なんかの写真がたまに写ってると、なんかどう見ても白人の顔じゃない人がいるんですよね。あのどっちかって言ったら我々の顔に近いモンゴロイドの兵隊が結構写ってるでしょ。でそっちの方はあの平均時給が低いんでですね、あの兵隊の方が儲かるっていうんで、あれ強制的に借り出してるっていう説がありますけど、実は違ってですね、あの平均時給が高いからあの兵隊に応募してくるんですね。特にあのそっちのシベリアの東の方にある田舎の方なんかは産業がないから、もう言っちゃえばあの牧畜と農業ぐらいしかありませんのでね、例えば近くの鉱山に労働者として入るか、あるいは家業を継いで牧畜をやるかですね、あるいは兵隊に行くってことが一つの、まあ、高収入の道なんですよね。でそれを、まあ、あの仕送りしてですね、結構 そういう経済が回ってるわけですよね。都会に行って兵隊になって仕送りをするっていう、まあ一時期あのベトナム人なんかが日本にねたくさん来てましたよね。あの製造業とか造船所なんかに行ってですね、でまあ会社が用意した寮に住んで、まあ大半を実家に仕送りをするっていうね、でまあ5年も働いたら家が建つみたいなことがね言われたりしましたけども、
バイカル湖を渡り終えましたね。まあユーラシアというのはね、ほとんどがだからモンゴロイドなんです。で、中国もそういう騎馬民族の影響がものすごくあります。北京なんかはね、もともとあれもう郷土のエリアですよ。北京とか言ってますけど、だってほとんど最初の中原って言いますけどね、あの中に原っぱって書く中原っていうのは、まあ、中原の覇者とか言いますけどね、あの三国志で、あれっていうのはあの黄河がこう うねうねなる、あそこの今でいう西安とか洛陽とかね、あ今洛陽って言わないのかな、あの西安とか洛陽とかね、あの辺がもともと中国のあの漢とか五漢の頃のまあ中心地なんですよね。北京なんていうのはもう本当に田舎の方ですよ。今では北京が都会で西安が田舎なんですけど、昔の中国はその中原っていうその西安とか洛陽のあたりがもう大中心地でですね、まあ一方でその今でいう南京とかですね、あっちのそのまあ揚子江のほとりですよね、上海とか南京とか広州とかね、あの広州の広はあの杭の広ですけど、あの広い広州っていうのはあの今香港とか深圳があるところの方のそっちの広州もあるんですけど、あのその杭の広州っていうのは確か前は臨安って言って、臨安っていうのは確か南宋の都だったんじゃないかな。まあ、宋はあのトルコ人の国ですからね、まあ、トルコ人の国って言っても、まあ、その調教員がトルコ人であることを隠していたと思うんで、もう漢化政策で自分は中国人だというふうにおそらく周りにも名乗っていたでしょうからね。あれは何しちょっと忘れちゃった。でまたあの東南アジアの方に行くとね、またこれはこれで違う、あのそれこそあのモンゴロイドとオーストラロイドの中間のようなですね、例えばモンゴロイドって言ってもあのフィジーとかサモアに住んでる人は明らかにこう顔つきが違いますよね。あの南の島の人って感じの、あの K-1 とかの格闘家でいましたけどね、あのサモア人の、なんていう人だったかな、こうがっしりして顔つきも浅黒いんだけど、なんか黒人とは違いますしね、全然あのオーストラロイドの顔っていうかあれはあるんですよね。で、それの原点がね、東南アジアとか台湾のあたりとかね、あの辺の人たちなんですね。あの元々海に住んでたわけじゃないですよ。あの人類っていうのはアフリカから出てきてこう中東に入って、でヨーロッパに行った方と、ペルシャからインドを抜けて中国に入ってきた方といますんで、元々は陸に住んでた連中なんですけど、まあどっかの段階で海の方に漕ぎ出していったんですよね。でオーストラリアとかフィジーサモアとかあっちの南の島ですよね、あのフェニックス諸島とかですね、まあ、そういうのをやっていくうちに、まあ、気候条件とかにも左右されて、まあ、色黒な感じになっていったんでしょうね。だから中国人とかトルコ人とあのベトナムの方に住んでる人もやっぱり顔つきが違いますよね。黄色人種ぽいけどやっぱりベトナムの人はもうちょっとこう浅黒いというか、あのフィリピンなんかもそうですよね、ちょっとモンゴロイドとは違う。まあフィリピンなんかはあの白人とも混血が進みましたんでね、
まあ、ややこしい面があるんですけども。で、一方アフリカはアフリカで、まあ、もともとあのネグロイドですからね。まあ、その出アフリカな頃はどんな感じだったのかはちょっと分かりませんけども、出アフリカの頃から、ね、肌の色が黒かったのか、でそれがヨーロッパの方に行って年月が経っていくと、その、まあ、緯度が高いから日光が減って、まあ、白くなっていたのか、まあ、それは多分自然淘汰の原理で、まあ、緯度が高いから白くなるとも限らないのかな。まあでも太陽のあれどうだったかな、メラニンのちょっと原理を忘れてしまいましたけども、あ、すごいですね、大きいですね湖でも。もうすぐ行くとイクルーツクに、到着しますね。ちょっと高くなりすぎちゃった。まあでも高い山脈はないですし、まあおおむね似たような景色が続いてますね。まあ、今日はニュースでクリミア大橋が爆破された。でそれクリミア大橋が爆破されたんじゃなくて、そこを走ってる列車が爆破されたのか、トラックが爆破されたのか、まあ、ちょっとなんか情報が錯綜してるんですけど、まあ、とにかくそのクリミア大橋っていうロシアの本土とクリミア半島をつなぐ大動脈があるんですけど、そこが攻撃の対象になったということ でこれはですね、核使用の4大原則に限りなく抵触する攻撃なんですよ。ロシアの領土の生存権が脅かされる事態になってますよ今。クリミア半島にね物資を届けようと思ったら、そのクリミア、今日爆破されたクリミア大橋を使うか、あとはその、まあ、陸伝いにですね、ザポリージャ州を経由してヘルソンを経由して北から運ぶかですね、それとも黒海の港がありますんで、セバストポリとか港を経由して運ぶか、3つしかないんですよ。でそのセバストポリに船で軍事物資を運ぶのはトルコが封鎖してますからできないんですね。でザポリージャもちょっと今戦火が及んでるから、まあ、なんとかギリギリロシアが支配してると思うんですけど、そのうちザポリージャも危なくなってくる。そうすると唯一残された手段がクリミア大橋から運ぶっていう手段なんですね。でこの前も戦車がですね、列車で何十両何百両って言ってクリミアの方に補充されていたという、もうこれ1週間ぐらいのニュースなんですけど、まだ戦車あるのかっていう驚きですけどね。でそこが爆破された、まあ爆破されたって言っても橋自体は多分まだ大丈夫だと思うんですけど、一応そのだから火災事故がなってるから今通行止めになってるっていう、まあこれはある種そこを本気で落としたら生存権が危なくなるぐらいのレベルなんですよ。だけど今のところ何の抗議もロシアからは出てこないですよね。セバストポリの北にあるサキ飛行場をやった時も結局何の抗議も出てこなかったんですね。あ、はい、イクルーツクですね。まあチタと一緒で
そんなに高層ビルとかありませんけど、まあ60万人都市なんでね、そうは言っても都会ですよね。まあ川があって中洲があって、まあイグルツクともなると大学なんかもあると思いますし、まあそういう意味ではね、大きい、まあ歴史的な町だと思います。イグルツクっていうのはもう昔からありますからね。いつからあるかはちょっと調べてないんですけど、まあそれこそ郷土の頃からあるんじゃないですか。ここからですね、そのクリツクっていう、まあ、町に行きたいと思います。そして、まあ、当面の目標としてはクラノヤルスクっていうね、まあこれも結構大きな町だと思います。100万人あるかもしれないですね。ちょっと調べてないんですけど、クラノヤルスクも大きい町です。でね、このシベリア鉄道沿いに結構ね、ロシアは大きい町があります。意外なんですけどね、100万人都市もね結構ありますよ、そのシベリア鉄道沿いにね。ただそれを離れるとですね、何にもないんですよ。シベリア鉄道沿い以外には何にもないっていうね、まあこれがまた不思議な点というか、シベリア鉄道が通ったのがね、あのアメリカの大陸横断鉄道っていうのができたのと多分同じぐらいだと思うんですね。1800年ぐらいだと思うんですよ。まあそこの辺りから開発が進んでいってると思うんですけどね。ただまあ実際はそのシベリア鉄道の北の方に広がるシベリアの大地っていうのがものすごく、やっぱりこう鉄鉱石だとかレアメタルとかですね、石炭もそうでしょうし、ボーキサイトとかですね、もう資源の宝庫なんですよね。まあウランなんかも取れますからね。一時期はウランを、戦後その核を作るにウランがいりますから、そのウランをどうするかっていう問題が大問題になったことがあるんですね。でシベリアの方にしかなかったら、アメリカはそれをね、どうやって供給調達するんだっていう問題になるんだけど、カナダかどっかから取れることが分かってですね、まあそれで一件落着っていうか、ああよかったねと。シベリアにしかなかったらもうね、ロシアが独占してしまったらもうそれはちょっとえらいことになりますけども、73回りですね。まあここからそのどういう表情になっていくのか、まあ見る限りは平野が続いてますけども、まあアルタイ山脈からはだいぶもう北の方にいますんでね、そんなに、まあちょっと後ろ見てみ、あ見えないな、もうあれは一人飛んでる人が、違うか、バグですね、あれは。
まあまあでも街が広がってますね。まあ多分これはおそらくシベリア鉄道沿いなんだと思います。その左に見えるのが多分どうでしょう、あの操車場というかね、あの列車の点検とかやる、あ、そうですね、その左の方にあの分岐レールの分岐点みたいなのが見えますね。まあ、これ多分シベリア鉄道沿いだと思いますけどね。まあ、このイクルーツクからクラノヤルスクまでは結構停車駅があるみたいで、まあそうですね、イクルーツク、モスクワからまずどん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 あのシベリア鉄道を開発していって、イクルーツクまでがねまず一段落なんですよ。でイクルーツクからハバロフスクで、あのチタとかハバロフスクでウラジオストクまで行くのはまた第2期なんですよね。ただあの当時のその帝政ロシアとしたらウラジオストクまで行くっていうのはものすごく大事なことで、あのバルチック艦隊っていうのがアフリカ周りでこう来るわけですけど、それの最終地点がウラジオストクなんですよね。だけどウラジオストクっていうのはどうなんだろう、冬にね凍るんじゃないかな、ちょっとそれはどうなんだろう、一部凍るんじゃないかな。だからその前段階の日露戦争の前段階に旅順とかね大連を取ったですよ、取りましたよねロシアが。それがなんで取ったんだっけな、あれなんか条約かなんかで、交換条約かなんかで清とあれかな、義和団の乱で取ったんだっけな。まあ、ロシアにしたらとにかくその凍らない港、太平洋側の港を是が非でも欲しいですからね。そうしないと一応大陸国家としては覇権が取れないんで、イギリスとかがシンガポールに港を持ってますからね。でイギリスなんかにもどん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 香港とか橋頭保を取っていきましたから、ロシアとしてももうウラジオストクだけじゃなくて是が非でもですね、そのやっぱり旅順とか大連を取りたいんですよね。そこに持って行って、まあ、鉄道で南満州鉄道でですね、東進鉄道とかでそのシベリア鉄道の支線ですよねを渡していけば、まあ、物資が輸入もできますし、まあ、兵隊の移動なんかも簡単にできるようになると、弾薬、食料、そういったものでなるということですね。ハバロフスクの辺とかね、すごく寂しい感じが、裏寂しい感じがしたんですけど、イクルーツクのあたりからこう何か晴れやかな感じがしますよね。本当だったらこっちの方が海から離れていて、こっちの方が寂しい感じがするかなと思ったんだけど、そんなことはないんですよね。結構その中央アジアのど真ん中のカシュガルとかでもですね、すごい綺麗な街でしたよね。まあ、ああいうふうに内陸に行けば行くほど田舎になって寂しくなると、まあ、海洋国家の日本の自分としては思ってしまうんだけど、決してそんなことはないっていうね。サマルカンドなんか行ったらものすごく美しい街ですよね。もう絶海の なんていうか陸の孤島って感じの場所ではありますけれども、もう南に行っても北に行っても
東に行っても西に行っても海は遠いですからね。サマルカンドまで行くと、サマルカンドとかカシュガルなんて、まあ、一生海を見ずに死んでいった人も昔はほとんど多かったはずですからね。来週はいよいよね、アメリカの CPI が発表されます。9月分が発表されますんでね。また金曜日に雇用統計で高い数字が、いい数字が出ちゃってね。いいニュースは悪いニュース、悪いニュースはいいニュースっていう今なってますから、失業率が低かったら本来は喜ばないといけないんだけど、ダウが爆下げしちゃうっていうね、もうわけのわかんない状態になってます。本来はだって喜ぶべきことなんですから。バイデンさんが喜ぶべき事態だって言ってましたけどね、まさにそうですよ。失業率が低いんですからいいんですよ。資本主義の国で一番怖いのは失業ですから。あの、社会主義では失業というのはないんですけど、資本主義では失業が起こるんですね。あの、景気のサイクルがありますから。でそれが低いっていうのは、まあ、なんとめでたいことなんですけど、ただその景気が良すぎて物価がもっと高くなるだろうっていう予想が働いて金利が上がっちゃうんですよね。あの、それを冷やしにかからないといけないから。でまた長期金利が上がってダウが下がるっていう、もう何の別にですね、あの、業績が悪くなったわけじゃないんですよ。トヨタやソニーの業績が悪くなったわけじゃないんですけど、あの、 GM とかフォードとかですね、別にいいんですよ、業績はいいんですよ。 Google も Apple も業績はいいんですけど、その金利の話でですね、株が売られるんですよ。まあ確かに10年国債買っておけば 4% ぐらいの利益が毎年10年にわたってもらえますんで、あの、安全なパイだということができますよね。株で毎年今後10年 4% 収益上げようと思ったら、まあ結構な腕がいるわけですけどね。国債というのは絶対に、アメリカ国債というのはデフォルトしませんから、それで 4% もらえるんだったらそっちの方がいいやっていう、みんな債券を買い、まあ、買うと思うんですよね。まあ、実際売られてますけど、まあ、どっちが株か債券かって言ったら、まあ、まだ債券の方がマシだってことに、まあ、実際は株も債券もどっちも売られて、あの、今キャッシュポジションで持とうとする人が増えてるんですよね。 まあ、だけど比較的債券の方がまだマシだっていうんで、いやだって9月の雇用統計がめちゃくちゃ良かったわけですよ。失業率はあれですよ、 3.5% っていうね、あれ確かなんだっけ、20年ぶりの低水準だったかな。で平均時給がね、削退で 5% 上がったんですね。で8月が 5.2% だったんで、9月が 5.0% で、ちょっとその平均時給の上がり方が鈍化したんですけど、まあ、といっても非常に高いレベルで、物価が8月が 8.3%、 削退で 8.3 で、まあ、今回あの賃金の伸びが 5% だったから、その物価の伸びと賃金の伸びが 3% のマイナスがあるんですよ。でこれは結局実質賃金がマイナスになってるってことです。だって当たり前ですよね。物価が 8% 高くなってるのに給料は 5% しか上がってません。ということは実質賃金はマイナスなんですね。つまり生活が苦しくなってるんです。
だけどその実質賃金も 8% 上がったって話になると、それはどんどん上がっていきますよ。もしそうだったら。だってみんなお金を持ってるわけですから、インフレになったって欲しいもの買えってことで、だから実質賃金がマイナスになってないとそれは困るんですね。もうどんどんその物価と賃金の相乗効果になるのが最悪なんで、それだけは避けたいんで。まあね、週明けの13日だから木曜日か、10、11、12、13、木曜日に出てくるんだけど、であとはそのミシガン大学も出てあるんですよね。あの期待インフレが出るんですけど、期待インフレっていうのも重要なんですね。あの向こう1年期待インフレ、3から5年期待インフレとか10年期待インフレとかあるんですけど、それも低下していかないとあのダメなんですね。結構 FRB はそれを見てるって言われてるんで、まあね、どうかな、 CPI、 次来週の CPI でね、総合物価がやっぱり 8% を割り込んでほしいですよね。でその中で細かいものを見ていくと、まあ、シェルターですよね。住居費がどうかっていうことなんです。住居費が頭打ちになってないとダメなんですよ。原油とかはまあ当然安くなってますんでね、ガソリン代とかは安くなってますし、まあ、一部中古車価格とかね、航空機のチケットなんかも若干安くなってると思うんだけど、一番やっぱりこう しつこいなかなか下がらないものっていうのは家賃なんですよね。あの CPI の全体も大事ですけど、家賃がどうなってるかっていうのを見る。あの家賃っていうのは普通の家賃と貴族家賃っていって持ち家を家賃換算したものと2つあるんですけど、まあどっちも見る必要がありますね。まああと細かいところでも見ていく必要がありますね。あの新車価格は下がったのかとか、これも結構重要です。あの新車価格っていうのがね、やたらとねしつこく上がってるんですよ。でそれは半導体が最近あのAMD とかの株価が下がりましたけど、半導体不況になりつつあるんですね今。あのそれはスマホとか家電が売れないから。でただどういうわけか、その車の半導体だけは不足していて、車だけはですね、なんか供給不足になってるの。まだだから価格が結構高止まりしてるから、そこも落ちてもらわないと。まあそのウェイトの割合は低いですけどね、確か新車価格って 4% ぐらいだったと思うんで、まあそのインパクトは弱いんですけど、うん、もうすぐですね。まあちょっと飛行場まではなかったんで、まあこの辺だったらでも降りることができますね。割とこの辺田畑が多い地形ですね。あっちのウクライナとかに近い地形かもしれませんね。僕はねこの一応その支配層はロシア人なんだけど、住んでるのはモンゴロイドですよっていう町にいつかは行ってみたいなと思ってますね。要は旧ソ連の奥座敷ですよね、この辺。ノボシビルスクとかね、この
あたりになんかこう面白いものが文化というかあるんじゃないかっていう気がしてならないんですよね。スラブ人の文化っていうのともちょっと違うと思うんです。もともと住んでるのはやっぱりトルコ人とかモンゴル人ですからね。昔匈奴とか突厥とかっていう言った連中ですから、まあそれが脈々とこう受け継がれてるわけなん でそこにほんのこの300年ぐらいの間にロシアが入ってきたわけですね。あのスラブ人が入ってきたわけです。で町の中心部にはあのギリシャ正教風の教会が出てあのクレムリンにあるようなあの先の丸い帽子みたいなやつやね、あれやったり、建物もまあレンガ造りというかいかにもスラブ人風のですねヨーロッパ風のものなんですよね。だけど住んでるのはトルコ人だったりするわけでしょ。そういうのは面白いですね。はい、これがクツリクの町ですね。ちょっとまあこじんまりした町でして、右手に何か平地が見えるんでそっちに行きたいと思います。まあ大丈夫でしょうこれ木は当たり判定ないんでね、木に突っ込んでいっても大丈夫なんですよ。このね、着陸寸前がね大事でね、いつも跳ねてしまうんですよね。だけどこの平行にしてゆっくりと時間をかけて降りていくのが大事なんです。これをですね急に降りると跳ねるんですよ。これうまくいきましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。